What's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテッドマキュリーです。ヒットマン3、中国のミッションですね。今回はチャレンジの一つとして Suck it to the man っていうのがあるんですけど、まあ、ちょっと意味よくわかんないですけど、まあ、とりあえずね、まあ、ホームレスかな、おそらくのヨボヨボのおじいちゃんがいるんですよ。で、そのヨボヨボのおじいちゃんを気絶させて、で、彼になりすます。で、その彼のになりすました状態で、ハッシュを暗殺することで、Suck it to the man はクリアすることができるんでね、今回はそれやっていきたいと思います。で、今回ちょっと途中でね、戦略を変えております。まあ、一番最初は、まあ、階段があるんですよ。で、その階段のところでターゲットを殺そうと思ったんですけど、まあ、結構待つ時間があって、その待ってる間にね、これあっちの方がいいんじゃないかなということで、途中でちょっと戦略を変えてますから、その分カット入れてるんですけどね、事前にそれだけちょっと先に言っておきます。まずね、ショートカットの時も利用したと思うんですけど、このはしごを使っていくんですが、このおっさんがね、さっき言ったヨブヨブのおじいちゃんなんで、とりあえずここで待機します。待っていると、そのうちやつは来るんで、あ、ミッションストーリーって書いてるんでね、それを追いかけてもいいかもしれません。はい、さようなら。ちょっとゆっくり休んでな。目覚めた時にはあんたはゴミ箱の中だけどね。ぽい。服装を奪うことを忘れなく。で、やつが落としたものを拾います。ついでなんでね。で、今から立ち入り禁止エリアに入っていくんですけど、まあ、ショートカット動画でここ右行ったと思うんですけど、ここ左行きます。で、2人小屋がいるんですよ。で、コインをね、今回持ってきてるので、このコインを使って。よっこいしょ。あの二人が邪魔なんでね。もう一歩前に来てくれてたらね、倒せたんだけど、あと一歩足りなかった。よいしょ。で、彼の服装は奪っちゃいけません。この服装でやることに意味がある。もう一丁声投げるね。で、ここ乗り越えれないのが少し残念なんですけど、はい。で、ボディ発見されないようにちょこっとだけ移動させます。はいよ。でだね、ここも敵がいるんですけど、まあ特に気にする必要ないですね。この奥に行きます。で、これ上の階に、キーパッドがあるんですけどね、そのキーコードが2552になっております。で、このキーコードなんですけど、ホワイトボードに普通に書かれてますから、ホワイトボードに書かれている番号を入力したら開いたっていう感じですね。2552で開きます。ピッ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 。で、この1個上のエリア、ここが、ターゲットがうろうろしてるエリアになります。で、ここがターゲットうろうろしてるエリアになるんで、まあ、いろんな、まあ、暗殺方法があるんですけど、視点でおびき寄せてもいいしね、まあ、いろいろできるんですけど、まあ、今回はターゲットが今からこの機械に乗るところなんでね。にしてもあれだね、ターゲットが登場するのは初めてですね。前回はショートカットのみの動画だったんで。で、当時はここの階段があるところ、ここでね、やつを倒そうと思っていたんですが、なのでこの辺でね、私はコインをばらまきます、今から。まあ、常にいつも通り護衛がいて、その護衛が後ろからついてくるんでね、
それのディストラクションも兼ねて声を巻いたんですけれども、あまりいい方法じゃないかなっていう、ていうか時間がかかる、あいつらがまたこの階段の場所に来るまで少し時間がかかるので、やめました。やめて今コインを回収しております。やめたっつって、もっといい方法があるわと思って、それどこかっていうと、まあ、次あいつらが移動する場所に先に先回りしておいてですね、ここなんですけど、でこっちでコインをばらまいておく。ただし、まあ、こっちでコインをばらまいても結局同じようにそのピンク色の服着たボディーガードは一緒についてくるので、そのボディーガードとターゲットをちょっと一旦距離を空ける必要があるんですよね。まあまあ一応ステルシーにテイクダウンしなくてもいいんですけど、極論言えばチャレンジの攻略なんで、ただまあせっかくなんでということで、でコインをね、まあ、地面にばらまいておいて、で必ずターゲットが先を行くんですよ。でその後ろからボディーガードがついてくるので、なんでターゲットが先にコインを見つける、その後でボディーガードが見つけるっていう流れなんですよね。なので、まあ、コインをばらまいておくと、先にターゲットが、おー、コインだ、お金だ、つってそっちの方に行ってくれるので、まあ、その間、ボディーガードとの間に隙間ができるわけですよ。で、その隙に、まあ、後ろからボディーガードを静かに気絶させる。と、まあ、ここで待ってるだけですね。で、ボディーガードを倒した後、ターゲット倒すと、それでミッション完了です。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回You got the bastard, hush. Now go get Imogen Royce and we can get to the core.